タンタンの冒険、ユニコーン号の秘密は、2011年公開の、モーションキャプチャーを用いたアドベンチャー映画である。ベルギーの漫画家、新聞記者エルジェによる、バンドデシネ作品、タンタンの冒険シリーズのうち、謎のユニコーン号、レッドラッカムの宝、金のハサミのカニを原作としている。スティーブン・スピルバーグとピーター・ジャクソンによる、共同制作であり、監督は、スピルバーグである。 また、同監督による初の 3D 映画である。少年記者タンタンとアイケンスの帯は、ある日のみの死で古いホブ船ユニコーン号の模型を見つける。タンタンがそれを購入した直後、ある男からは、その船に関わってはいけないと、もう一人の男サッカリンからは買い取らせてほしいと、せがまれる。タンタンは、ユニコーン号に何か秘密があると睨み図書館で、調べたところ、 それはかつて海賊に襲撃され、積んでいた財宝と共に消えた軍艦だったことがわかる。タ々ンタンが自宅に戻ると模型は消えており、怪しかったサッカリンを探るため彼がいる、ムーランサール城へと忍び込んだ。案の定そこにはユニコーン号の模型があったが、盗まれる前にスノーエが壊したはずの痕跡がないために、別の模型であることがわかる。 タンタンが再度自宅に戻ると部屋が荒らされており、そして先ほど模型を置いた棚の裏側から金属ケースに入った謎の羊皮紙を見つける。羊皮紙が目当てのものだと気づくが、紙を収めた財布はすりに盗まれ、直後にタンタンはサッカリ一味に誘拐されて貨物船カラブジャン号に乗せられてしまう。羊皮紙を得るためならタンタンを殺しかねない一味から何とか逃れ。 同じく囚われのみだったカラブジャン号の船長ハドックと出会い共に脱出する。こうしてタンタンはユニコーン号の財宝をめぐる争いとその船長であったフランソワー・アドックの因縁に巻き込まれてゆく。タンタン役のジェイミーベルタンタン世界をまたに活躍する少年ルポライター。タンタン役にはもともとトーマス・サングスターが予定されていたが撮影開始の遅れに伴い降板し、 ジャクソンによるリメイク版、キング・コングで、ジミー役を演じていたベルが選ばれた。アーチボルド・ハドック船長を酒のみのカラブジャン号の船長。演じるサーキスは、ジャクソン監督のロード・オブ・ザ・リングのゴラム役や、キング・コングのコング役での演技により、モーションキャプチャー俳優の異名を持つ。また、キング・コングでは、ベンチャー号のコック役も素顔で演じている。ハドックの他に、 改想シーンで登場する先祖のフランシス・アドック卿も演じる。イワン・イワノビッチ・サッカリン・ユニコーン号の秘密をめぐって淡々と争う人物。アメリカ人。表向きは模型収集家の符号。演じるクレイグはミュンヘンでスピルバーグ作品への出演経験があり、またインファマスでトビー・ジョーンズとディファイアンスでジェイミー・ベルと共演している。なお作中で 砂糖みたいな名前だと言われるのは、同盟の人工艦味料に由来する、デュポン・インターポールの刑事。血のつながりはないが、瓜り二つのデュポンとコンビを組んで捜査をしている。デュポンとの用紙の相違点は、口ひげ両端の向き。演じるペックは、出演映画、セレブウォーズ・ニューヨークの恋に勝つルールの完成後、スピルバーグに撮影現場に招かれ、直々にオファーを受けた。スピルバーグが、 制作総指揮を務めたバンド・オブ・ブラザースにも出演経験がある。アンディサーキストは、ジョン・ランディス監督作、バーク・ヘアで共演している。デューボン・インターポールの刑事。外見上デューポンとほとんど区別がつかない。デューポンとの容姿の相違点は、同じく口ひげ両端の向き。演じるフロストは、デューポン役のサイモン・ペック、脚本のエドガー・ライト、上皇・ニッシュラとは、 ショーン・オブ・ザ・デッドやホット・ファズなど長年の中である。ネストル・ムーラン・サール城の執事城を購入したサッカリンに仕えているが、給料はもらっていない。アリスティデス・シルク一見高貴な身なりをした、紳士的な男性だが、正体はすり。1981年、スティーブン・スピルバーグは監督作、レーダース、失われた、アーク、世紀が原作。 淡々の冒険との類似を比較評価されたことを機に原作の愛読者となった。当初秘書が購入した書籍がフランス語版であったため、スピルバーグは話の内容はわからないものの、すぐにその絵の虜となった。一方、過去の実写映画及びアニメーションに対し、否定的だった原作者のエルジェも、スピルバーグのファンとなった。ちんちん、ザ・コンプリート・コンパニオンの著者マイケル・ファーは、エルジェは、 タ々を的確に映画にできる人物はスピルバーグだけだと考えていたと解雇している。スピルバーグと共同企画者、キャスリーン・ケネリは、インディ・ジョーンズ、魔球の伝説撮影中の1983年に、ロンドンでエルジェと会う予定だった。エルジェは、その週に亡くなったが、エルジェ夫人が彼らに映画家権を与えると決めた。1984年、3年間にわたる、 映画化計画とユニバーサル・ピクチャーズによる配給が決定した。スピルバーグは ET のメリッサ・マシスンに脚本執筆を依頼した。その内容は、タンタンがアフリカで象下の密漁者と戦うというものだった。また、スピルバーグはタンタンを子供の向けのインディ・ジョーンズであるとみなし、ハドック船長役にジャック・ニコルソンを希望した。 しかしスピルバーグは結局マシスンの脚本に満足がいかず、インディ・ジョーンズ、最後の聖戦の制作へ移り、映画化権はエルジェ財団に返上された。その後、ロマン・ポランスキーとクロード・ベリが映画化に興味を示し、ワーナー・ブラザースが財団と長期にわたり、交渉を試みるが、スピルバーグに求めたクリエイティブな信頼に格として実現しなかった。2001年、スピルバーグは、 コンピューターアニメーションによる単々映像化への関心を明かし、翌2002年11月、彼のスタジオのドリームワークスは映画化権を再取得した。この時点でスピルバーグはプロデューサーに泊まると述べていた。2004年にフランスのキャピタル氏はスピルバーグが謎のユニコーン号とレッドラッカムの宝、7つの水晶球と太陽の神殿、青いレンと 淡々チベットへに基づく三部作を企画中であると報じた。この頃にはスピルバーグは実写による映画化の構想に立ち返り、ェタデジタルが CG によるスノービを作成可能か相談するためにピーター・ジャクソンに連絡を取った。長年原作のファンであったジャクソンはロード・オブ・ザ・リング・キング・コングでモーションキャプチャ技術を用いた経験からエルジェの描いた タンンの世界を再現するには実写よりもモーションキャプチャが適していると提案した。2006年11月、ジェームズ・キャメロンがアバターの撮影に使用したロサンゼルスのプラヤビスタで1週間のテスト撮影が行われた。アンディ・サーキスがハドックを演じ、ピーター・ジャクソンがタンンの代役を務め、その際、ジェームズ・キャメロンとロバート・ゼーメキスが見学に訪れた。フッテージは ウェタデジタルに送られ、キャラクターが映像的に実現可能かを検証するために20分間のテスト映像が制作された。これまでフィルム撮影に関わり続けたスピルバーグは、これをアニメーションであるとみなしたためにデジタルで撮影するのも構わないと述べた。スピルバーグとジャクソンは2007年5月に共同制作を発表したが、両者はそれぞれインディ・ジョーンズ、クリスタル・スカルの王国と、 ラブリー・ボールの撮影が控えていた。同年10月、スティーブン・モファットが、タンタンシリーズ2作品分に、脚本家として、契約を交わしたと発表された。モファットはスピルバーグに、執筆を熱望されたと語り、スタジオによる脚本への干渉を一切遮断する、約束を取り付けた。モファットは、初稿を書き上げたものの、第2稿完成前に、脚本家組合ストライキに突入し、 その後 TV シリーズドクター風の制作総指揮についたため未完のままプロジェクトを離脱せざるを得なかった。そのためエドガーライトと上皇シュがリライトを手掛けた。2008年にもテスト撮影が行われたが本撮影開始の約1ヶ月前の2008年8月ユニバーサルはモンスターハウスやベオウルフ、ノロアレ支者の失敗を例に挙げ 通常監督に支払われる工業収益のリズム30%が2人分になることを理由に出資を拒否し本作のプロジェクトから外れた。すでに企画段階で3000万ドルを出資していたパラマウントはユニバーサルの共同出資を望みスピルバーグはパラマウントからの出資を募るために10分間のサンプル映像によるプレゼンを行い10月の撮影開始を目指したものの 監督二人への興業収益分配を放棄する条件を提示されたためにこれを拒否した。その後10月末までにソニーとの交渉が成功し、制作費出資と配給元が決定した。ソニーが出資するのはシリーズ2作分のみであるが、ジャクソンは未だ3作目制作の可能性を前向きに見ている。撮影は2009年1月26日に始まり、 公開が2010年から2011年に変更となった。2009年3月32日間の撮影が終了した。また、ジャクソンは撮影の最初の1週間撮影に参加し、その後はアイケットビデオ会議を開始で監修した。サイモン・ペックは、撮影中、ジャクソンの声がスピーカー越しに神の声のように聞こえていたよ。と語っている。 撮影期間中、ギレルモデルトロ、スティーブン・ダルドーリー、デビット・フィンチャーなど様々な監督たちが現場を訪れた。スピルバーグは実写映画と変わらぬようカメラを動かし回った。彼はタンタンまで作ったあらゆる映画では、私は撮影時、観客と同じように二次元で画面を見るために片目をつぶっていた。タンタンでは両目を開く。と語った。 ポストプロダクションの間はジャクソンが実際に植えたデジタルを指示し、スピルバーグはそれをビデオ会議によって監督した。また、ジャクソンは彼自身が監督すると言われていた第二作目の企画も開始予定である。携帯電話もテレビも近代的な車もない。まさに時間の止まったヨーロッパだ。とスピルバーグは述べた。また、撮影監督のヤヌス・カミンスキーは、 ライティング担当として、ウェタニ従事し、映像に関してジャクソンは、フィルムのワールド的で、雰囲気満点だ。と語っている。7月中旬、スピルバーグは6週間の追加撮影を終えた。2011年10月22日、パリでのプレミア上映の際のスティーブン・スピルバーグ。最初のプレススクリーニングは2011年10月10日に、ベルギーで行われた。 ワールドプレミアは2011年10月22日にベルギーのブリュッセルで開催され、さらに同日にパリでも行われた。ソニーは2011年10月末から11月初頭にかけてヨーロッパ、ラテンアメリカ、インドで公開した。ケベック州では2011年12月9日より公開される。パラマウント映画はアジア、ニュージーランド、イギリス、 その他英語圏で配給する。アメリカ合衆国では2011年12月23日に公開される予定である。スピルバーグはタンを常に成功させたヨーロッパからの口コミにより、タンに馴染みのないアメリカの観客を引きつけるのを期待した。日本では東方東話の配給で12月1日より公開された。2010年8月にティーザーポスターと ロゴが公開された。同年11月1日、エンパイア誌で映画の写真が初公開された。2011年5月16日、エンパイア誌でティーザーポスターが初公開され、また、iTunes にて予告編が公開された。同月19日には日本語版のポスターと予告が公開された。2011年7月12日、ウェタ公式サイトタで予告編。 第2弾が公開された。日本では中田秀俊氏が11月27日都内で行われたベルギー大使館主催の東日本大震災による被災地の中高生200人が招待されたチャリティ社会に出席し被災地にクリスマスプレゼントとして劇場鑑賞券2000枚をプレゼントすると発表。12月24日には宮城 ワーナー・マイカル・シネマズ・ナトリで行われた本作のクリスマスプレゼントイベントにサプライズゲストとして登場した。イギリス、フランス、ベルギーでは公開初日に約850万ドルを売り上げた。単単の原産国であるベルギーでは51万ドル、フランスでは他の水曜公開作よりも高い450万ドルを記録した。また、フランスでは ハリー・ポッターと死の秘宝パート2に次ぐ初日記録となっている。8週末までに21カ国で封切られ、5620万ドルを売り上げた。フランスとマグリブ、イギリスとアイルランドとマルタ、スペインドイツなど多くの主要市場で1位を獲得した。インドでは2011年11月11日に封切られ、その後2週間のうちに、 約243万ドルを売り上げ、同国でのスピルバーグ作品史上最高の出だしを記録した。また、アニメーション映画としては、過去最高となる350プリント以上で公開された。2011年12月2日までにロッテントマトズでは164件の批評家レビューを集め、支持率は74%となっている。ベルギーの新聞。 ソワールの映画評論家のダニエル・クブルールとニコラス・クローセは本作をグレート・ポピュラー・アドベンチャー・ムービーと呼び熱意と子供魂が率直に伝染すると書いた。フィガロではアクション、ユーモア、サスペンスが詰め込まれた映画であると称賛された。ハリウッドリポーターのジョーダン・ミンツァーは非常に肯定的であり、監督の1980年代のアクション満載で、 皮肉なスワッシュバックラーに思い起こさせる古き良き昔ながらのアドベンチャー映画だ。スティーブン・スピルバーグの淡々の冒険、ユニコーン王の秘密は視覚的に見事な本案である。と記述した。本作をモチーフとした任天堂 d 3DS 専用ソフトが UBI ソフトから2012年1月12日に発売された。ありがとうございます。